どうも、夏目くです。どうも、なるみです。いやいや、もう初夏終わりましたよ。うんうん。もう夏なの知ってます？もうね、6月ですからね。30度ですからね。いやー、それは夏だな。夏といえば、お T シャツじゃないですか。はいはい。ドングリーヘイム T シャツ売ってんの知ってます？知ってます。鈴リレル売ってるんですけど、うん。今ね、それがめっちゃ安くなってんすよ。T シャツが、すずりの T シャツ全品1000オフ。そうそう。すずりっていうサイト、皆さん知ってますかね？ペパボがやってんのかな？へえ、あ、そうなんだ。ペパボがやってるすずりっていうサイトは、本当だ。なんだろう、オリジナルグッズを作って、そこでそのまま売れるっていうサービスなんですよね。好きなデザインをアップしておくと、そのデザインをもとに T シャツとか、あと、まあ、マグカップとか、グラスとか、トートバッグとか、いろんなアイテムにして、で、注文が入ると、そのすずりの中でも発送してくれるという。なんかオリジナルグッズを作りたい人にはすごい便利なサービスなんですけど、ドングリーヘイム T シャツもそこで売ってまして、で、まあでもね、すずりって僕ら在庫持たなくていいわけじゃないですか。うん。すずりの方で注文入るたびにプリントして発送までやってくれるんで、なんだかんだ割高なんですよね。うん。すずりさんの方で結構コストかかるから。だからドングリーヘイム T シャツも、本来3000円ぐらいですずりで売ってるんですけど、今それが1000円オフになってます。だから2000円で買えるんですよね。2100円かな。で、その1000円オフ分はすずりさんが持ってくれるという感じですね。なのでこの機会に買うとめちゃめちゃお得なんですよ。僕も買ったんですけど。いつまでですかね、これ。ね、6月8日月曜日なので、もうすぐなので、今週末にでもお買い上げされるとちょうどいいんじゃないですかね。夏前ですし。へえ。普段はと3500円とかしちゃうんで、うん。これはめちゃめちゃチャンスだと思うんですよね。うんうん。で、実際この1週間ぐらいでめちゃめちゃ売れてまして、50枚ぐらいいってんのかな、全部で。へえ、すごい。うん、すごいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。T シャツの他にもね、実はマグカップとかトートバッグとかアクリルブロックっての売ってるんですよ。これはどういう並び？このラインナップですか？これはもう適当ですね。このアクリルブロックに至ってはもう使い道がわからないですからね。使い道わからねえな、これ。文鎮みたいなものだからね、これね。全品1000オフってすごいですね。で、T シャツが全品って感じですね。はい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 。夏だからこういうセールやってるのはね、トートバッグとかね、グラスとかはまあお値段据え置きなんですけど、T シャツだけ安くなってると。でもこれめちゃくちゃいい気がするな。すずりさんってすごいちょうどいいじゃないですか。なんかグッズ作りたい人からすると。そうそう、うん。で、けど、なんだろう、買ったことがない人たちはむちゃくちゃ多いと思うんですよね。すずり、まあまあ、有名なようで、知らない人は全く知らないサイトだと思うからね。うん。使ってみるといいですよね。しかもすずりって多分お客さんが出品者にもなり得るんで。うん。一回どこかでブーストかけた方がいいですよね。こう、みんな、使って、あ、便利だ。やってみようっていう。本当、誰でもできるからね、グッズ売るのが。うん、すごくおすすめ。これはいいよな。しかも T シャツがちょっと程よいんだよな、ちゃんと。そうっすね。うん。へえ、全品1000オフで、この T シャツ1枚売れたらいくら僕らに入ってくるかっていう取り分って決められるんですよね。へえ。その取り分ゼロにもできるし、めちゃめちゃ高くもできるんですけど。はいはい。まあ僕らはめちゃめちゃ安くしてるので。そうっすよね。まあ買いやすいお値段になってると思うんで。うんうん、ぜひぜひ。ビッグシルエット T シャツがいいですよね。そう、ビッグシルエット T シャツなぜかすげえ高いのよ、もともとのボディがビッグだからじゃないですか。うん、あとなんか素材もね、頑丈なんだって、ビッグシルエット T シャツ。まあビッグシルエットでペラペラだと困るからな。ビッグシルエット T シャツは5100円ところが今4100円だね。5000円で超えると高えなって気がするからね。うん、5000は高え。これも4000のうちに、てか僕これ買ったんですけどね、ビッグシルエット僕も買いました。これいいよね。よい。まあわかんない、まだ来てないからも。うん、っていう風に、実はオリジナルグッズが売ってますという、喋ってなかったなと思って。これ裏どんぐりというリスナーさんコミュニティがありまして、うん、その中ではね、今年の1月からもうすでにこの T シャツっていうのは限定販売していたわけですけど、夏なので一般公開という感じですね。裏どんぐりで買った、配った、販売したT シャツとは質が違うんすか？ボディが違うと思う、多分。そうっすよね。うん。こっちはすずりさん仕様のボディだから、デザインは一緒だけど、
素材が若干違うんじゃないかな。そうっすよね。僕も今日今ドングレーフェムの T シャツ着てますけど、チョコレートじゃんそれでもこれ外出かけなくなるとさ、俺ほとんど毎日ドングリ T シャツ着てんだよね。まあ今日も着てんだけど。それアップルじゃんこれラインナップ僕もいじりたい、僕もいじりたいラインナップ。後で ID パスワード渡しとくんでラインナップ追加しといていいっすよ。やった。僕自分が欲しいのがあるからな。あ、そうなの。いくつか、あのね、雑貨とか文房具とかスマホケースとかもね、いろいろあるから、追加しといてください。そうっすよね。僕これもしかしたらあるかなと思って、すずり .jp じゃないですか。うん。スラッシュ、件数って打ったら、あるかなと思ったら、あった。ロケスタ君みたいなやつが。そう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 。いるよね、絶対ね。うん。そういうのあるよね。スラッシュ何々打ったらいそうな人ランキング。うん。件数さんとか絶対同じにしてるから。941もありましたよ。ありそう。ちなみに、ナツメグもあるんですよ。そういうの取る人は取るよな。で、ナツメグは、全然知らない人がやってます。あ、そうなんだ。取られてた。941取れるってすげえな。一番最初の方にやったんだろうな。やっぱあの941の数字の人はいろんなサービス出るとすぐまず取るんじゃないですか。はいはい。まあ件数さんもそうだと思うけどね。うんうん。なるほどね。ぜひ興味ある方は。あと2日3日だけめちゃめちゃ安いので、ぜひこの機会に。 T シャツってね、何枚あっても困んないですからね。確かに確かに。ぜひ皆さん買ってみてください。はい。スズリって GMO ペパボさんがやってるんですね。そうそう。知らなかった。ペパボって結構さ、こういうものづくり系サービスがあるよね。あのミンネとかさ、あの手作りのアイテムを売れるみたいなやつ。はいはい。あれ結構 CM しててユーザーさんすごい多いみたいだよね。へー、知らなかった。なんかペパボさんはこう個人の作り手に優しいイメージがあるな。うん、そうだね。クリエイターのためのサービスを作ってる会社っていう感じだよね。わあ、今リンク見たらフリーナンスも GMO さんなんだ。あれ買収された、もともとフリーナンスって言って。何それ。なんかあのフリーランスのいろんな制度で、1個が請求書あったら翌々月払いとかじゃないですか。はいはい。そういうのを速攻で振り込んで、手数料 3% 払うから速攻で今くれるよとか。はい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 。あとは保険、うん、仕事中になんか事故とかあった場合保証するよとか。あ、じゃあこれあれか、例えば僕がどっかの原稿料の請求書を送ったとすんじゃん。振り込むのは2ヶ月後だけど、その請求書をこのフリーナンスさんの方に送ると手数料 3% かかるけど、先に翌日も振り込まれちゃうと。そうです。すぐ現金欲しい人は使うんだ。そう。まあいいっすよね。まあまあいいね。うん。なんで翌々月払いとかもうひどすぎるよな。確かにね。うん、そうそう、こういうのやってるっすよ。なんかGMO さんは、GMO ペパボさんは、個人のこういうところに優しいイメージがありますね。ペパボってあれだよね、家入さんが作った会社だよね、そういえばね。そうそう、家入さんが買収されたんですよね。もともとドメイン作ってて。レンタルサーバーとかの。ですです。GMO クリエイターズワークスっていうサイトじゃない、会社が作ってるっぽいんですけど、これ。うん。さっきのフリーナンスとか。はい、GMO って いくつかこう分かれてるじゃないですか。で、それのクリエイター支援でやってるっぽいんですけど、社長の顔がやばすぎる。どういうことで。なんでこんな写真に使っちゃったの。わざとだろうな。社長の写真怖すぎるね。見た見た。そうそう。うん。なんかさ、もうちょっとなんかあんでしょう。クリエイターに優しくするんだから、もっと優しくすればいいのに。絶対あれでしょう。すいません、進捗どうですか。ああ、じゃあ出来上がるまで、あの、御社まで行っていいですかつって。できたらそのまま、ちょっと進捗見ますんで、できるまでそこにいますねって言って。デザイナーとかの横に座る人だ。今出してくれたの、まあ、ちょうどいいとは思うんで、念のため、カラーバリエーションと3パターンぐらいもうちょっと作ってみてもらっていいですかって言って、結果、40パターンぐらい作らされるやつだ。めちゃめちゃ嫌な発注元じゃねえかよ、それも。すげえ偏見だな。へえ、面白い。うん。すずりさんね。すずりさんのですね、ポイントは一つありまして。うん。例えば、どんぐり FM のね、T シャツとかのページ、PC から行くと、これもアプリとかもあるんですけど、ちっちゃくシャッフルマークがあるんですよ。シャッフルマーク ?T シャツのページ行って、はいはい。で、値段とかカラーとか選択とか。発送にかかる日数とか書いてあるところのここの上にですね、ちょっとだけこう
あ、あるある。これを押すとですね、鈴に置いてある T シャツ、うん、ランダムで出てきます。本当だ。T シャツだけじゃないけど。全然知らんものが出てくるね。へえ、面白いな、これ。これをですね、見てると、2日ぐらいは潰すことができます。確かに。まあ、大体よくわかんないなってなるんですけど、たまに当たりがある。そうだね。たまに結構いいのがあんな。この硯で物を売って生きてる人っているのかね。いやー、ちょっとそこまではいかないんじゃないかな。めちゃめちゃ売れたらこれで生きていけるとかあんのかな。まあ、あるかも。これってどんぐらいまで増やせるんだろう、手取り、あのマックス500円とか1000円とか、もっともっといけると思うんですけどね、うんうん、ただそうするとさ、値段が跳ね上がっちゃうからさ。まあそうっすよね。うん。でそこまでいくんだったらもう自分で在庫持ってやった方がいいんだよね。うんうん。ただ在庫を置く場所とかさ、注文入るために発送するのがすごい手間だから、うん、まあ楽っちゃ楽なのね、硯使うと。ただ人気になればなるほど在庫変えた方がいいのかなっていう気もするけどね。うん、まあそうっすよね。うん。だからそこまでいかないけど、ちょっと僕らみたいな、なんか程よいですよね。手数料取られてもいいし。そうだね。僕らはこの T シャツで、まあ儲けとか考えず、あと売れても200、300枚ってなると、鈴木さんぐらいがちょうどいいのかもしれないですね。うん。ただ T シャツを売って生きてくぞって人はね、また違う方法がいいかもしれないけど。そうですね。ぜひ皆さん、もしよかったら買ってみてください。